皆さんこんばんは。本日はご覧の通りみんな目隠しして戦っていきたいと思います。こういうものを持ってきました。タオル、これをつけて結んで、もう完全に見えないという証拠をみんなに見せるので、これで今回戦っていきたいと思います。もう僕はこのタオルを取りません。ちゃんとできてるかな。痛いよ。あ、ナイスしてるから、できてるよね、これ多分。みんながチェックボタン押せばいけんだよね、多分。そんな気がする。はい、ということで頑張っていきましょう。いつ始まるのか。いつ始まるんだろう。猫ちゃんとか来ない。あ、始まるっぽい。頑張りましょう。カメラ画角入ってるかわからないんですけど、頑張りましょう。はい、マッチングしました。みんなこれ目つぶってるのかな。どう、やっぱ難しい。最初始まります。音で判断しなきゃいけない。敵がどこにいるかわからねえ。わからないよこれ。はい、頑張れ俺。頑張れ。敵がまずステージもどこかわかんねえや。そういえばな、ランダムだからちゃんと前に出てるのかこれ。なんかやられたんだけど。は、どこで誰と当たったの。何が起こってる。ちょっと待って、何が起こってる。洗濯機だから難しいぞこれ多分。イカロールできんのかな。感覚でイカロールやってるつもりなんですけど。あ、俺倒した。なんか倒したっぽい。誰か、とりあえず適当に振って塗りましょう。炭酸投げとこう。炭酸投げときます。マジで何にもわかんない。これ。なんかトルネード来てる。3分間長くね？あ、もうでも、俺だわ。ラストスパート入ってるわ。炭酸2回触れた。ラストスパート入ってるね、これ。あ、終わった。ちょっと見ていい？あ。これボロ負け？ボロ負けなんですけど。何が起こった、一体何が起こったんだ。はい、マッチングしました。マテガイ放水路の、目隠しバトルを、やった、録画をちょっと見ていこうかなと思うんですけど、なんか不具合によって僕の動画が音出てませんでした。なので、ゲーム音は、今しか聞こえないです。で、マテガイ放水路だったんだね。壁塗ってますね、うなちゃん。ちょっと、でも意外とちゃんと前は向けてるんですよ。バルーンが邪魔で、だから誰か水に落ちたな。誰か、水落ちて、おい、でも意外といいとこ、うまくないのか。これ見てないのに。あー、すれ違ってる。あ、当たってる。おい、俺完全に当たりに行ってるじゃん、今。こんなところに。てか、みんなシューターずるいぞ。連射してるぞ。これ上手いよね、でもカメラの使い方。バケツの、その洗濯機の使い方上手いですよね。見えてないくせに。本当に見えてないのはもう、タオル巻いてたので、マジで見えてないんですよ。すげえ頑張ってカニ歩きしてるんだけど、ナイスしてる。味方やられたのにナイスしてる。うなちゃんは、どんな動きをするんだ。こっから前に全然出ていかないんですよ。怖くて。で、炭酸ボム振ろうと思ってもちゃんと振れていない。これしっかり振れた。ちゃんといいとこ投げてる。ただね、キル数見ると意外と、あ、すごい、ちゃんと塗りで投げてますね。みんなこの間、俺が壁に向かってる間何してるんだろうね。これ本当にみんな見てないの？すっげえ難しかったよ。あ、なんかすれ違いが激しい、多分。
ずっと、ずっとこの壁にいるんだけど、みんなごめんね、何も面白くない視点見せてて。真上にいますけど。ま、ここ登れないんだね。ぶっちゃけステージどこかわかんなかったからな。一分、あ、登った。あ、煽りかしる。あ、それ、インクがなくなってるね。さ、ナイス玉溜まってることも気づかず。何やってんだよ、俺。もうよ、何やってんだよ。いいね。てか、味方何やってんの、あの二人。どういう状況？え、水に落ちたんかい！自分で水に落ちたんか。なんか相手すげえ綺麗に塗ってんだけど、これ。見てな？見てたべ。見てな、疑っちゃうよ。これ。いいなぁ、なんかあんな濡れてて。なんかすげえ綺麗じゃないですか？これ。あ、そこ危ないぞ、落ちちゃうぞ、気をつけてね。すごい。ギリギリ生きてる。すごい、ギリギリ生きてる。どこのステージかわかんない状況なのに。あ、終わる。え、トルネの位置うまっ。マジこれ。あー、壁に打っちゃった。壁。これは負けるわ。俺先輩やわ、これ。あー、これ負けるわ。え、すごい。引いてる。すごい。な、謎ロールしてた今。謎ロールしてたぞ。な、謎ロールしとるぞ。な、何やってんだ。ウェズって何やってんだ。ドンピシャすぎね、今の。かわいい。かわいい。壁に、ローラーで動けなくなっちゃってる。あ、引くのやめてる。かわいい。ボムめっちゃ投げてる。ボムばっかで面白い。これすごいな。すごいな、これ。よく、いいとこ投げたな。わかんなくなっちゃってるよ、もう。